ガス欠とはガソリンや軽油の燃料を用いる内燃機関が走行中に燃料切れを起こしてエンジンが停止することを言う。燃料電気車が水素切れを起こしてしまった場合もガス欠という。アメリカ合衆国ではガソリンをガスと呼びガス欠はこれに由来する。なお電気自動車が走行中に蓄電池の電力を使い切ってしまうことは電欠という。 2003年式、ホンダシビックの燃料計。タンク内の燃料が減少し、燃料残量警告灯が点灯している。燃料切れそのものの原因としては、下記のものが挙げられる。燃料の残量が規定値以下となった時は、燃料警告灯が点灯する。また、電気自動車では、リチウムイオンバッテリーの残量が低下すると、バッテリー残量警告灯が点灯する。 走行中に燃料切れを起こす原因としては、燃料計や燃料残量警告灯などの見落としなどがある。稼働中にガス欠が起こった場合、エンジンの出力が低下してゆく。また、回転数も上がらなくなり、そのままエンストする。停止後は給油するまで始動しない。特に自動車の場合、強烈なエンジンブレーキがかかったり、走行中にエンストすることで、ブレーキの効きが悪くなり、 パワーステアリングが切れ、動作しづらくなり、走行制御ができなくなる場合がある。不意にガス欠に陥ってしまった場合は、ガソリンを補給するしかない。JAF や各保険会社のロードサービスで燃料を給油してもらう方法のほか、自分でガソリンスタンドまで行き、給油地点まで走行できるだけの燃料を自動車に持参する方法がある。なお、日本では、 ガソリンの傾向にはガソリン傾向管が必要であり条例でセルフサービスのガソリンスタンドでは自動車やバイク以外への給油が禁じられている場合があり法令に注意する必要があるガスケを起こすと燃料ポンプやインジェクターまで燃料通路がすべて空になっており給油してもすぐには行き渡らずエンジンは始動しないため燃料通路にガソリンが満たされるまで スターターを長く回して、クランキングする必要がある。なお、電気自動車の電結の場合、充電スタンドを持参することができないため、牽引する必要がある。通常、モーターの潤滑と冷却には燃料に含まれている、油分を利用している。ガス欠を繰り返すと、モーターの空転により、潤滑性が失われ、摩擦熱や摩耗による故障を誘発する。また、 インジェクター先端のノズルを痛める。起動時には、スターターを多く回すことになるため、スターターやバッテリーの負担が大きい。特に、ディーゼルエンジンでは、ライン内に空気が入ってしまい、軽油を吸い上げなくなるため空気抜きが必要になる。なお、電気自動車の電結の場合、蓄電池を空のまま、長期間放置すると、蓄電池の劣化につながる。ガス欠の予防としては、 こまめに給油すること、燃料系に注意することである。自動車の場合、燃料系が燃料切れ警告表示しても、しばらくは走行できる程度のガソリンが残されている、場合も多い。スバル360や、初期のシトロエン 2CV など一部の燃料系がない、車種は燃料コックをリザーブに合わせることで、暫定的に走行可能となるため、この間に燃料を給油できる、 ガソリンスタンドを探すこと。高速道路では、サービスエリアでのガソリンスタンドの設置間隔が1 0 0トル以上も離れていることがあり、ガソリンスタンドは廃業や夜間休業となっている場合もあるので、事前に確認を要する。これらに加え、無駄に燃料を消費しない、経済速度での運転を心がけることも重要である。ありがとうございます。